里崎チャンネル。こんにちは。いやちょっと、ちょっとちょっと。喜んでるんですか。いやなんか私も嬉しいですよ。嬉しいです。でも出ていかれてるのに。いやこれあれでしょ。トレードでしょ。トレードですよね。なんかもうトレードみたいになってますね。ロッテと楽天入れ替えがすごくないですか。ね、三輪と、ね、鈴木大地がね、はい、お互い FA して、はい、お互いの球団行くっていう。あとこれで人的保障がついたらね、2対2のトレードみたいなもんですよ。いや、あと西牧選手もロッテ行ってますから。いや、あれはもうだって戦力外にしてるじゃないですか。いや、あの、あ、これ、え、これ、私の本当に勝手な想像なんですけど、はい、言ってもいいですか、はい、あの、三輪選手がこう出ていくっていう、もうあったじゃないですか。はいはい、で、ってことは人的保障が発生する、はい、西牧選手取られたくないから育成にしたみたいな、ないですかそれ。で僕ね、はい、あのめっちゃ中にいるから、はい、いろんなこと知ってるんですよ、はいはい、ぶっちゃけ、はい、いろんなこと知ってるんですけど、あの言えないんですよ。そうですよね。あ、これはあくまで私の勝手な予想なので、はい、あ、そういう考え方もあるのかって聞いていただ、はい、じゃあちょっとあの、はい、ここピー入れます。はい、で浜田さんにだけ教えます、はい、だからピー入れてください。はい、西牧、へえ、あ、そうなんですか。はい、それで、うん、っていう話です。そうなんですか。はい、いや、これはちょっとね外に出せないんですよ。そうですね、これはあんまり言わない方がいいですけど、まあ私の予想はあの、うん、ちょっと違いました。でも分かんないですよ、僕はそれを聞いた話なんで、はい、あのそうらしいですけど、まあでもね、本人たちには僕は頑張ってほしいんですよ、はい、西牧もそうだし、うん、美馬もね、鈴木大地も、うん、でも FA したでしょ。はい、そうですね。いやいや鈴木選手は私結構のロッテにいた頃からあのいい選手だな、素敵な選手だなと思ってたんで、はい、楽天来てくれるのかとびっくりしましたよ。はい、はい、これも FA の4つのタイプ言ったじゃないですか、はい、FA する、はい、あのでしかもこれ、はい、FA のウィキペディア見てください、はいはい、FA するあの典型的なタイプ里崎が言ってたみたいなウィキに僕の FA する4つのタイプが記載されてる。やばくないですか。すごいですね。はい、FA 権を行使する理由、元千葉ロッテマリーンズ選手の佐々木智也は選手が FA 権を行使する理由と下記の4つの類型化しているって言って、これ項目追加されたんですね。はい、でしかもこの人が勝手になんか優勝したい方は誰それやと勝手に入れてるんですよ。決めつけは良くないですけどね。そうですね、うんうん、はい、まあまあでもこの人はこうだろうっていうので。そうなんですよ、うん、すごくないですか。僕のやつがウィキになるって結構1項目追加されてますよね、ウィキで。でもね、4つって言ったじゃないですか。はい、あの一つもう一つありました。ここです。はいはい、あのいやこれは、うん、あのちょっと言っときますけど、はい、鈴木大地がそうとか三輪がそうとか、うん、あと福田がそうとか言ってるわけじゃないです。はい、あの4つの時の皆さんからのコメント欄を読んでて、はい、あこれもあるなっていうそのコメント欄を見て思いついて言おうと思ったんですけど、あの大地とか三輪が決まってから言おうと思って付け足さなかったんですけど、はい、5つあります。はい、FA する、もう1個、はい、もう一つは、はい、絶対このチームもう嫌なんや型です。もう痛くないよってこと。はい、別に今いても活躍できるけど、もうこのチーム嫌なんや型です、があるような気がします。あの皆さんのコメント、皆さんのコメントを見て思ったことなんですよ。なるほど、まあまあいろいろ理由はあると思いますけど、このチームも嫌なんや方が多分あると思うんです。へえ、まあでも三輪投手とか鈴木選手がそうってわけではないですよ、うん、そうじゃないです。皆さんのコメント欄を読んでそう思ったんで、うん、ここです。はい、だからあのウィキを作ってる人5個目入れといてください。お願いします。でもどうですか今回のその、まあ、入れ替えみたいになったじゃないですか、はい、FA 同士で、はい、僕でもね、はい、あのもう大地は FA 移籍、あ、もうこれ絶対するなって確信を持った、うん、はい、あの時期があったんですよ。はい、それドラフトです。へえ、なんですか。ドラフトで、はい、あ、これもう名前忘れちゃった。もうあのちゃんとやらないとすぐ怒られるじゃん。はい、怒られるじゃんあのね、名前間違いとか、はい、だってあのこの前もね、あ、そうですね、あの編集の方がね、はい、あの僕はロッテのフリアって、はい、フリアそっちのフルヤじゃないよっていうね。そうですね。一回もね、あの一緒のチームでやったことがないルーキーのフルヤ選手とか。そう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 。あの受けたこと一回もないよって俺の言ってるのはあの
古谷拓也の方だよっていうのね、はい、もあったりしね、はい、あとなんかあの BGM やたらでかいよっていうのもね、はい、あのお叱りを受けてたんですけど、はい、あの一つだけ言っていいですか、うん、僕の発言とか、はい、白馬さんの発言によってあのバットボタンはいいですけど、はい、あの編集とかでバットボタンつけるのやめてもらっていいですか、うん、あのね、僕の発言が悪いのか、はい、そこを僕は正確に知りたいんですよ。うん、だからあの僕の発言とか袴田さんの発言以外で、はい、バットボタンちょっとやめてください。お願いします。お願いします。、はい、編集の人も頑張ってるんですよ、はい、ね。そう、あのもう、はい、だって今日撮ったやつを今日あげないといけないとか。そうなんですよ。はい、あと僕がねちょっと説明不足で、はい、古谷拓也って言ってよかったんですよ。なるほど。はい、だから僕のせいなんで、はい、あの編集の仕方でバットボタンやめてください。あの正確な情報が分かんなくなるんで、はい。これご協力お願いします。はい、あのドラフトで取って、はい、名前出ました。はい、ドラフト5位に法政から福田選手取ったんですよ。はい、ないショート、ショート、はい、いらないでしょ、だって大地が抜けないんだったら。まあ、確かに、はい、でもそうは尽くしようって言ってもないんだけど。あと西巻取ったでしょ。はい、あ、取りました。はい、内野でしょ。はい、いらないでしょ別に、大地が残るんだったら。そうですね。だからもうそれを僕ドラフト見た時に、うん、あ、もう 100% 出るなと思いました。これは、あ、なるほど。出た時のための補強してますもん。へー、でも楽天も1位2位をドラフトでショートで野手取ってるんですよ、はい、ってことは、いや鈴木選手いるかなって私もちょっと思ったんです。いや大地はねサードですね。サードウィーラーがちょっと能力が下降気味になってるんで、はい、若干信用度が薄くなってると思うんですよ。だからサードにおいてウィーラー DH っていう可能性もありますし、はい、あとはその浅村と源次と大地をうまくローテーションで回して、うん、DH と兼ね合わせて休養日を作るとかっていうのをすれば、はいはい、複数ポジションを守れる大地は使いやすいんで、うん、でまあそういったところで回ると思いますね。茂木選手がいて浅村選手がショートセカンドいるじゃないですか、はい、だから浅村ファースト大地セカンド銀次とウィーラーが DH とサードっていう可能性もあるし、浅村セカンド大地がファースト銀次とウィーラーがサード DH の可能性もあるし、で茂木選手はまあショートで、はい、もあるし、茂木がもしかしたら外野コンバートっていうのもで1位の小深田選手がショートに入るっていう可能性もありますよね。あ、なる、あ、はい、使えますね。使いこなせますね。やっぱりちょっと楽天の内野手の層が薄かったんで、はい、そういった面ではその鈴木大地が入ることによって層が厚くなるっていうところはあると思いますし、はい、やっぱり石井勝さんが GM になって来年三木が新監督になって、はい、でその中でやっぱり絶対上位もう最低でも2位、優勝するぞぐらいの感じで戦力を厚くしたいっていう思惑が、はい、まあ、うまくはまったんでしょうね。で、あとはもうこれはもうあの春先ぐらいから言ってましたけど、はい、その第一はねポジションが決まらない最初で開幕、うん、あのベンチスタートで、はい、でまあ、あの井上とバルガスの不調にのおかげで、まあ、おかげって言ったらあれなんですけど、はい、第一としてはおかげですよね、うん、でその出場機会があって成績を残したんで、仮に井上とバルガスがあの出場機会にあの恵まれるような活躍をもっとしてたら、はい、第一の出場機会恵まれなかったわけじゃないですか、うん、そしたら下手したら終わっても補欠だった可能性があるんですよ。そうですね。僕はもう一番言いたいのは、うん、別に僕は井口さんが好きとか嫌いとかそういうので言ってるわけじゃなくて、はい、客観的視点で言ってるだけなんですよ、はい、じゃあお前鈴木大地どこ使えって言うんだよ、お前今の使い方がベストじゃないんかっていう人がいるんですけど、うん、お前大改案出せっていう人いるんですけど、うん、いや僕だったら、うん、あの取ってない選手いますからね。大地を基本的に、ね、試合出すとして考えて計算してるんだったら、はい、うん、あのもう名前出したら悪いんで名前出さないですけど、はいはい、あいつもあいつもあいつも取ってきてないですから、うん、あのドラフトとかなんとかとかもな、はい、全部、まあ、取るって言ったらドラフト外国人とかトレードとかいっぱいありますけど、はいはい、あいつもあいつも取ってないんですよ、うん、だからそもそもそいついない状況の中の僕のやつなんで、はい、今の状況で話しても遅いんですよ、うん、だからそれがの連なって今の状況になってるんで、はい、大改編としたらあいつとあいつは取ってないです、うん、でそしたら大地が使えるポジションが空くんで、はい、そうなった時にそういうポジションがなくなるとかするポジションないじゃないですか、うん、そしたら、まあ、それでもでひょっとしたらお金欲しい方だった場合、お金くれないから出ていきますって言われてる可能性はありますけど、はい、まあ、何型かはまだ分かんないんで、うん、そういった意味ではそういう風に対処のしようあったんですよね、うん、で大地がチームを残ってほしくて、仮に大地がその複数ポジションが嫌やとか、はい、なんで俺こんだけ成績出してんのにレギュラーじゃないんや嫌やって言うんだったら、うん、そこをコミュニケーション取ってそれに見合うような大地がそれだけいてほしいんだったらね、うん、その中心的に考える必要もあるし、はい、別に出ていかれるんだったら出ていくでいいよっていう思考だったら僕はそれはそれでいいと思うんですよ、うん、戦略なんでね、はいはい、だから
残ってほしいんだったら残ってほしいなりのやつも やらなきゃいけなかったし、も、はい、で別に出ていかれてもいいんだったら別に出ていかれてもいいようにバックアップ人数を厚くするだけなんで、はい、で別にね、あの第一だけのこと言うわけじゃないですけど、うん、別にそいつ一人でチームがかかってるわけでもなければ、はい、そいつ一人のためにチームを壊す必要もないんで、うん、別にまあそこまで別に考える必要ないよ、出ていたかったら出ていけばいいじゃん、でもいいですよね、はい、戦略的には、うんうん、だから楽天にだから入ったっていうのはまあまあいいんじゃないのっていう、そうです、だから個人としては FA 悪じゃないんで、これも分かっててほしいんですよ、はい、だから日本ってなんかちょっと裏切り者とか、いやそうなんかあの俺ら裏切ってとかっていう思考あるんですけど、はい、うん、あの FA は悪じゃないんで、うん、で僕らプロ野球選手からするとやっぱり引退後ね、仕事がある人は幸せですよ、はい、でもほとんどの人が仕事がなくなっていく中で、コーチになったとしても1年2年で首切られてる人もいっぱいいるし、評論家解説者って言っても席があるわけじゃないんで、もうほぼ座れない状態なんですよね、はい、だから引退後どうなるか分かんない中、家族も養っていかなきゃいけないじゃないですか、はい、そしたら一番プレイヤーができることは現役時代にもう一生分の給料を稼ぐっていうことは、もうこれは必須条件なんですよね、でそのために自分にいい条件のところに移っていくのは、これはもう社会においては当たり前の選択だと思うんですよ、で皆さんだってヘッドハンティングされて今の給料の 1.5 倍払うし、保証もちゃんとしますよ、だからうちに来てくださいって言って、いやそしたら行くやろっていうね、そうですね、もしファンで裏切り者って言ってる方も今働いてる会社の倍給料が出ますよって言ったら行くと思うんですよ、行く人絶対いますもんね、ああしかもそのね、何か保証しますよみたいな感じで言ったら行くと思うんですよね、はい、だからもうなんか FA イコール悪やっていう考え方は、はい、この僕のチャンネルを見た人はもう今日今限りやめてほしいです、気持ちは分かりますよ、はい、うんうん、で美馬投手はどうですか、うん、ロッテに行きますよ、そうですね、はい、だからまあ、 あのどこまで活躍してるかが、うん、まあ、あの期待値はありますけどね、はい、まあ、ローテーション入ってきそうですよね、もちろん先発ローテ、うん、で入るだけじゃダメなんですよ、勝たなきゃ、そうか、そうですね、はい、うんうん、で今年何勝でしたっけ、今年8勝ぐらいだったかな、ちょっとちゃんと調べないと、そうですね、いやでもそれぐらいです、そうですよね、はい、それぐらいです、はい、であの去年が怪我して、はい、ほぼ1年間棒に振りましたね、前半だけですよね、そうですね、その前でも10勝はしたと思うんですけど、そうなんですよ、だからここまで2桁勝ったの1回しかないですよ、はい、10勝が、はいはい、で大体勝ち数と負け数が1勝ぐらいになるんですよ、そうですね、そのぐらいですね、ってなった時に、はい、どれぐらいの勝ち星を見込んでるのかなっていうね、うん、だからまあいい形でね出ればいいですけど、はい、マリンはね球場が狭いんでね、はい、ちょっと鼻が出るんでね今日ねずっと鼻気温の変化に弱いんですよ、あーそうなんですね、病弱なんで病弱には全く見えないですけどねだからマリンの球場が狭いんで、はい、そこら辺どうなるかがね、まあ、期待値はありますね、楽天時代マリン得意だったんですよ、美馬投手マリンでの相性がいい、まあ、風がいいんじゃないですか、はい、うん、って言われてましたね、はい、まあ、それがホームってなったらまたいいかもしれないですけど、ね、そうですね、いい方に、ね、進んでいってくれればいいですけど、うん、はい、まあ、どういう結果になるかはもう来シーズン次第ですね、はい、あとはまだね、あの現時点では決まってないんで、福田がね、うん、どこの移籍するのかっていうね、いや、あとでも一番のね、はい、あれはね、巨人断ってロッテ来るんやっていう、いや時代変わってきたなっていうね、いや変わりましたね、ちょっとね感動しました、だって鈴木選手もそうだし美馬投手も、はいはい、巨人断ってるんですよ、はい、だ感動しましたね、ちょっと歴史が変わったね、はい、僕あの巨人断ってロッテ来る人いるんやと思ってめっちゃ感動しましたもんね、巨人断って楽天行ってますから、ね、はい、だからちょっと時代がだから変わろうとしてますね、なんかイメージではみんな巨人に行きたいんじゃないかって思ってたじゃないですか、はい、でも違うんですね、あとは、はい、そのやっぱ巨人の厳しいところは、うん、その結果出し続けないとすぐ2軍に行くんで、うん、その選手としては、まあ、もちろん活躍したら、はい、すごいあのハイリスク入りたんですよね、うん、活躍したらもう年俸はもう青天井でガーン行きますけど、はい、あのちょっとダメだったらやっぱあの選手層もいるんで我慢してくれないんで、はい、まあ、すぐ2軍に行くことになりません、ね、だから最近の FA でジャイアンツ行った選手だと野上、はい、大竹、うん、森福とか、はい、ピッチャーで言うと FA で行って、うん、最初は投げますけど調子悪くたら2軍に行くじゃないですか、うんうん、でもあのロッテだとちょっとぐらい調子悪くても2軍行かないと思うんですよ、そうだね、だからそこら辺の安心感はあるかもわかんないですね、はい、その、うんうん、そういう意味でだからジャイアンツやっぱ厳しいんで、はい、そういったところでまあ生きていくのもよし、やっぱこうね、どこで成績出しても一緒なんで、うん、あの自分のがやりやすい環境を選ぶのもよし、うん、っていうところはありますけどね、そうですね、まあ、あと私もちょっと感動したんですけど、はい、ここ数年楽天に FA が毎年入ってくるわけですよ、はい、だから
魅力ある球団にすごくなってきたんだなっていう、まあ、あとお金出しますもんね。あ、そこ？あ、そこ、はい、お金が魅力です。そんな寂しいこと言わないでくださいよそんな寂しいこと。いや、さっきも言ったじゃないですか、一生も稼がなきゃいけないんで。そりゃそうです、そりゃそうですよ。高浜さんだって行くでしょ、もし、はい、高木豊チャンネルさんが、はい、僕のチャンネルより倍出しますって言ったら行くでしょ、はい行かないです。嘘や、絶対絶対嘘や、行かないよ。行かないですか。私はもう人についていくんで、はい、豊さんも大好きですよ、はい、里田さんについていきます。ありがとうございます。